はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾノです。そしてファミツアップ攻略班隊が桜井です。ファミツアップ攻略班宮本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、はい、まあ、結構最近登場しているね、はい、マリステンマリステンを、はい、取ったので、はい、使ってみようと。イエーイ。僕だけ持ってないですよ。僕だけのないですよ、なんでね、使ってみようという話なんですけども、はい、今皆さんね、ご覧の通り、マインスイーパー、はいはい、とアンチャープで回復、はい、Sがついているで、ストライクショットがちょっと特殊でね、はい、結界の中を駆け巡る、駆け回る、はい、駆け巡る、駆け巡る、はい、という特殊なね、ちょっとストライクショットなんで、はい、まあ、どんな風に使うのかっていう、はい、っていうのを皆さんにもちょっとね、紹介できればなと思っておりますよ、はい、と、結構、はいはい、行きます。行ってみましょうか。はい、はい、では、マラさん、ペロマラさんをよろしくお願いします。はい、お願いします。行ってみましょう。ノーマルクエスト、はい、これね、やっぱ十字レーザーも強いんでね、はい、そうですね、今回、水の間なんでね、はい、はい、無双したいと思います。うん、もうケチョンケチョンにね。どうでしょう。さあ、はい、さあ、どうしましょうか。これ SS 貯めたいですもんね。そうですね、せっかくなんで。まあ、ただこれ最終ステージ、んあのその最終ですね、はい、貯まるかな。じゃあ、まあ、なかなか貯まると思いますね。うん、普通に進めても貯まるんじゃないか。これでも時短取りたいですね。これここで時短取るとすごいすごい早く出ますよ。さあ、時短は取らない。まあ、まあ、みんな取ればいい、誰でもいいのか。貯め気味で時短じゃあ貯め、あ、でも取っちゃうんだね、時短。そうですね、ミヤボーのマリステン取っちゃうね、うん、取っちゃうね、はい、ギリギリ育たない、うん、まあでもいいんじゃない。よ、十字レーザーでケチョンケチョンにしよう。さすがですね。やばいやばい、十字レーザー強すぎて、強すぎですね。これ SS 溜まるのかっていう。これまさかノーマルダンジョンの周回でも使えるの。いや、だいぶ使えると思う。だいぶ使えるよね、十字レーザーは。やっぱりじゃあ当てます。十字レーザーゲージを外す。早いな、ゲージ。ゲージちょっと早いですね。ちょっと早いですね。まあ、やっぱ回復ついてるとね、ちょっと早めの傾向っていうことは、はい、傾向にありますね。でも、どんどん抜けてきますね。さあ、倒す、いける、ステージ、ね、トゥヨー、トゥヨーですね。やっぱね、こういうイザナギも一緒なんですけど、十字レーザーってか、レーザー EL 気持ちいい、はい、うん、気持ちいいですね。さあ、お、これはこれだってね、ちょっと当てるだけでね、うん、結構な威力出るし、パイも広いし、そもそも結構出た。そもそもね、こんなにマリステン4体使うことなさそうだから、うん、下のなんかアイコンがもうちょっと面白くないですか。ちょっとね、無駄に強い、強い、みんな同じ向きですからね、うん、すごいな。さあ、暴れよう。これでもう十字レーザーの威力がすごいからガリガリ削れるっていう。さあ、半分 SS が溜まったのかな。うん、はい、ちょうどうまい具合に溜まりそうな気がする。そうですね、いい感じじゃないですかね、うん、じゃあもうここから全力していきますか。はい、さあ、うわ、すげえ。いや、十字レーザーいいなぁ、うん、うん、気持ちいい、気持ちいい、これ、うん、めちゃくちゃ太いからいいよね、なんか、うん、だいぶね、範囲カバーできる気がする。ワンウェイと同じ、ワンウェイと同じ太さっぽいですよね、うん、使ってて気持ちいいですよ ね。なんかワンウェイとかもスッキリするじゃないですか、ボーンってできないと、うん、まあでもほら、マリステン敵として出た時もね、やっぱ強いからね。ああ、もう強バーティカル、うん、っていうか十字が重い、ね、あ、なるほど、もうちょうど十字が倒した。おー、ほんとだ。あ、これ、この十字当てを、十字当てて倒せるかな。おおー、はいはいはい、あ、十字ポジにいない。完全にね、寄せられる、寄せていく、寄せていくスタイル、十字ポジ、寄せていく、寄せていく、 OK、 おー、よし、強い強い強い。もう一ステージある。まだ、あ、じゃあ余裕で溜まるんだ、これ、はい、これワンチャンサービスステージ、うん、お、サービスステージ、あ、やったは。ヒタス X が3つ、はいはい、あ、落ちた。これダメ取れもありますからね、はいはい、しっかりタップしてください。落ちる、落ちる。俺で確定かな、確定じゃなかったっけ、確定か。さあ、じゃあもう一体も落ちる。お、100万出しちゃった。100万出しちゃった。さあ、ボス戦、じゃあもうね、もうもうケッチョンケッチョンボスに、ボスどこ、ケッチョンケッチョンに。あ、いいとこいいとこ。じゃあ私、こちら、お願いします。え、これすごいことなんじゃない。お願いします。これね、たまり方次第かな。あの敵がいるからな。疑似壁ギャンを狙いたいんですよね。あー、なるほど、こういうの。あ、なるほどなるほど、そうそうっすね。行ってきます。お願いします。さあ、このね、結界が壁になるんですよ。はいはい、お、え、またまたまた、
おお、どうした。16ターンで90万。そうですね。今の、まあ、全然弱点に当たってない、うん、パーフェクトではないですが、やっぱり単純にあの壁を張らなくてもこの SS は強いです。うん、あの自強化、うん、あ、なんだろう、パワーアップ&スピードアップだと考えても16ターンでこの強化倍率は、うん、はい、そうですね、えぐいです。確かにもう壁を張らなくても十分強いと。そう、でそれでね、あの壁張っちゃうんで、あの、お、浅沼さん、浅沼さん、あ、なるほど。僕が倒しますね、これ。それちょっと使いたいんでしょうね、きっと。あ、これこんな感じですね。結果誰もいないから。こんな感じですね。なるほど、なるほど。いや、でも結果を張ることによってね、移動する範囲が、そう、すごい。あ、そう、スピタス打てないんだった。ヒト足りてないね。ヒト足りてないとこうなりますね。石灰のおかげでこう弱点にヒットさせやすいっていうね、まあ、そういう効果もあると。はい、うん、カンカン効果、はい、だから逆にここ結界張れないよみたいなところもあるのかもしれないですけど、うん、まあ、そこはうまく利用していきたいですね、うん、そうですね、使い方にもよると。はい、はい、はい、来た。重力ちょっと遠いですね、うん、やっぱペロマル先生が打つしかないかな。うん、ペロマル先生も遠いですね。これはもうガシガシ十字で削ってっていいんじゃないですか。そうだな。お、これ十字ポジじゃないですか。いい。おっと、入ってくる。これ十字でやっちゃう可能性ありですね。これ十字でやっちゃう可能性ありますね。もうやっちゃってんじゃないこれ。あ、もう。さあ、お願いします。十字でやっちゃってください。おー、すげえ、綺麗。あ、しかもみんないいポジションだな。ほんとだ。じゃあこれ、宮坊先生の、はい、任せてください。死んだ場所は、あ、死んだ場所、うん、ここで使わないともう使わないよ。機会がない。やるしかないだろうっていうことで、打ててるよ。あ、いいね。そこどうなんだろう。そう、これが生かし方なんですよね。あ、はい、バリアがあるのか。そうなんですよ。入っちゃうな、これ。おお、なるほど。これで重力がなかったらもうすごいダメージが出ると。ちなみに左にも当たってるね。あ、はいはい。あ、当たってる。だ、例えば右上のね、奥で使ったりとかすると、うん、まあ、重力バリアの、ね、外に一回出ずに殴れるという。そしてこの十字の威力、気持ちいい。気持ちいいっすね。さあ、あとはもう十字レーザー無双だなこれ。はい、そうです。リドラかわいそう。リドラが焼き尽くされちゃう。多分すごい声出します。うわ、すごい。これもうペロマル先生、あ、これもうやるしかないですね。死んだ場所チャンスですよ。さあ、おーし、死んだ場所ポジ。ちょっと結界を見せてください。これなんか右上とかいい感じですね。これ多分左下でもいいかもしれないですよ。下でも良さそうですね。もうそこでフルにカンカンしていくスタイルでも、ね、強化倍率が高いんでね、これでも十分威力でそうですね。おお、強い。おー、あー、これ強いな。普通に100万。弱点とかに行けば行くほどね、だんだんヒット数が上がっていくから、弱点も考えたいですけど、それよりもちゃんとなんかカンカンできる方が威力出るんですかね、安定して。これはもうあの十字チュッてがすごいかするかな。マッチ、いや、分かってみますね。おお、マッチです。これはもうマルさんの死の番所で決めましょう。そうですね、これも、はい、それで決めたいですよね、ここの人は。確かに。さあ、じゃあ横で、あ、十字当たったらやばい。倒す、おしおしからの結界、からの結界でしょう。死の番所、死の番所でお願いします。はい、お願いします。さあ、これも大体さっきと同じパターンになるかなっていう。召喚したね。これ左が、まあ、右、左したかったんです。いや、いいな、これ使いやすいな、はいはい、おーし、使いやすい。もしさ、なんかこの中でプラズマとか引っ張れたら面白いよね。ああ、なるほど、うん、はい、なるほど、なるほど。それいいっすね、楽しそう。いや、面白い、なんかちょっとね、可能性が広がる、それのショットですね、うん、はい、うん。あ、まだ未知のところもありますよね、うん、あんまり分かりきってない。もっとなんか使い道がね、うん、いいのがあるのかもしれない。一番ハマるのがこうボスがいて、はい、で、まあ、結界がこうあって、はい、で、まあ、こういう感じになってる。ああ、なるほど、なるほど。この隙間がね、そう、なんか、うん、イザナミとかもそうですけど、うん、あのイザナミの頭上ってすごいダメージ、はい、すごいダメージありますね。あれぐらいの狭さをここの結界に再現したら結構すごい威力出ますね。なんじゃないかなって思いますね、はい、なるほど。ということで、はい、いや、なかなかですね、うん、ちょっと可能性をやっぱ感じてしまうストライクショットと、はい、まあ、十字レーザー、はい、威力高い、そしてね、アビリティも豊富ということで、はい、ああ、活躍できそうですね。そうです、うん、ということで、いかがだったでしょうか。
じゃあいつものようにこの辺に、桜井さんのその辺に、 PC からご覧の方は、ファミツアップチャンネル登録用のボタンあると思いますので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの辺に登録用の、ね、URL あると思いますので、そちらからもぜひ登録してみてくださいね。やります。ファミツアップチャンネルね、まだまだ他にもね面白い動画いっぱいあるんで、ぜひご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。